今日はね、京子さんからもらったものを食べます。そうなの。スペシャル。これは猫カップ、まあこれはね食べ物なんですよね。This is so cute. See, so we're gonna put it on our cup. And speaking of cups, we also got tea from her. So we're gonna try these today. 私たちね、抹茶とほうじ茶どっちもね、あんまりね飲んだことがなくて、味を覚えてびっくりした。全然わかんないから好きかちょっとわかんないけど、お父さんとお母さんすごく好きなんですけど、楽しみです。はい、ということで今ねお茶をお母さんが入れてくださったのでそちらを飲むんですけど、これお茶のラテだからねってことは甘いってことだよね。甘いよね、多分楽しみですね。甘いってことね、この猫カップが本当に可愛いので、あ、見えた。私知ってたけどね、知れなかったね。この箱をセーブしたいので綺麗に開けます。わ、すごい。うわ、綺麗。めっちゃ緑。それ、私は抹茶ラテで、ケイトちゃんはほうじ茶ラテを飲みます。私や。あんまり見えない。いや、全然綺麗に開けられないんだけど。見えるやろ。見えた。下手くそババアですね。大丈夫、私に任せて。これなんか歯に入れたらいいって？いい？いやまだ飲んでない、から。まあ一回飲んでみて。こっちにもシェイクがありますね。This cat is so cute。多分まだ暑いからゆっくりでいいよ。だからゆっくり。クッキー食べた後に。可愛い、いっぱい入ってる、こんな感じ。いっぱい入ってるじゃないの。待って、めっちゃ可愛くない？ちょっとどれにしよう。一番顔が可愛い子にしたい。どういうことやそれ。みんな可愛いけどね。はい、ということで開けてみましょう。これがどうなってんだ？これが本当につくのできるのかな？ね、待って、かわいい。かわいい。これ。かわいい。面白い。かわいくない？めちゃくちゃかわいい。これをここに。あ、でっか。あい、君下手くそ。あい、下手くそ、私も。見て皆さん、ここにね、こういうふうにね、こうですね。かわいい。ケイトちゃんもできた。イエーイ。じゃあどう先飲んでから食べる？いや、先に食べる。ごめんね、猫ちゃん、いただきます。ちょっと君がね、映ってないんだよね。もうちょっとこっち来てくれ。いただきます、顔から。うまいね。いやー、うめえな。みゃおみゃおみゃお。I'm sorry, I'm feeling a lot. I'm sorry. 今の顔絶対ズームインしてね。おいしいね。もうすごくシンプルなバタークッキーなんですけどね、おいしいのよ。これがもうバレですか、バレすぎてミャオ。いただきます。君からどうぞ。ほうじ茶でございます。暑いから気をつけてね。めっちゃ抹茶の匂いする。大丈夫かな、抹茶大丈夫かな、私。お、うまい。熱っ。なんかもうちょっといい反応するや。抹茶だ。でも普通の抹茶よりもうちょっとクリーミーで美味しいけど、飲んでみる？多分ちょっとね、ちょっと苦め。でもこれにハニー入れたら美味しいと思う。Yes, please, ma'am. こちらがほうじ茶ですね。こちらが抹茶でございます。あ、ほうじ茶うまい。おー、 It's like, yummy. これさ、ハニー全部どっちも入れたらどうなっちゃうんだろうね。このクッキー最高だね。しかも可愛いし。Okay, so now we put honey in here. Let's see if we like it. Maybe I didn't put enough. あ、美味しい。ありがとう。ける。超美味しいんだけど。マジで。いやほうじ茶はこのままでもいいけど、はちみつどんな風かね、気になったので。これ美味しいですよマジで、マジで。お、綺麗な色。Oh man, that's yummy. I love it. I'm loving it. はちみつと合います。お、うめえぞ。うめえぞな。うめえぞなよな。うん、あのね、あったかい飲み物あんま飲まないんですよ。眠くなってきた。なんかね、雲の中にいる。ミャー。変わった？ちょっと待って、ごめん。あのね、クッキーの味がね、強すぎて、ね、全然わからない。わかった？わかんない？蜂蜜入れた方がうまい。でもこのままでもいいですね。蜂蜜は抹茶の方が合う気がします。でもこれも美味しい。抹茶の方が合うよね。ということで、どっちのが良かった？その蜂蜜入りって考えて、抹茶とほうじ茶どっちが良かった？抹茶。で蜂蜜なしだったら？ほうじ茶。同じです。いやでも。美味しいね。いやー、クッキーうまかった。猫カップね、めっちゃ美味しかったね。いっぱいあるので全部私が食べます。 Thanks so much watching. でいくよ、せーの。一緒に食べたらどうなるんだろうね。 What? せーの。京子さん、本当にありがとうございました。めっちゃ美味しかったです。もうなんかね、大人になった気分だよ。なんかお茶ってさ、飲むとさ、大人だよね。 Thank you. Bye bye.